いよいよ決勝戦、とどろきくんとかっちゃんの試合だ。ここまで勝ち上がった2人、最後までどちらが勝つのか予想がつかなかった。まずかっちゃん、身体能力や反射神経に加え、個性は攻撃以外に空中での移動まで可能にする。うららかさんとの試合で見せた超火力をやっぱり狙いに行くのだろうか。そしてとどろきくん、氷結だけでも攻撃と防御に隙がない。その上左の炎熱まで使えば攻撃のパターンは計り知れない。てめえの家事情も気持ちもどうでもいいから俺にも使ってこいや。そっち側、そいつを上からねじ伏せてやる。そんで俺がトップだ。ナミプ野郎は死ね。悪いが負けねえ。レディークラッシュ。スカスペンのか自爆弾だ。氷結人間野郎がやったんだ。打撃だ。バッタ祭は終わりを迎えた。堂々の1位はかっちゃんって言ってもいいのかな。選手宣誓は有言実行となった。決勝で轟くんと完全決着とはいかなかったものの、その強さは追随を許さなかったことに変わりはない。こうやって冷静に分析しながら見てみると気づくことが多い。かっちゃんやみんなは息をするようにできていることが、僕にはまだ使うって意識がある。オールマイトから受け継いだワン・フォー・オール、少しでも自分のものにするんだ。ここからすみません、ゆえ
高校から来ました、緑谷いづくです。よろしくお願いします。これはこれは